さん、こんばんは。今日はアイハーブの購入品を紹介したいと思います。まず一つ目は、こちらのアダルトグミ、女の人の絵の女性へのマルチビタミンのグミになっていますね。私はよくアイハーブでビタミングミ、ビタミン C とかマルチビタミンの子供用のグミを購入していて、今までも何度かご紹介させていただいているんですけども、あれは大人用だと、なんだろう、ちょっと取るビタミンとかが多くなったりとかしちゃうかなと思って、最初にお試しで購入して食べたら美味しくて、毎回子供用のを購入していたんですが、今回は大人用、そして女性用のマルチビタミンのグミにしてみました。で、味はチェリー、ラズベリー、ストロベリーとなっているので、ベリー系ですね。このパッケージな感じになっています。で、1日に3個食べれる、子供用は2個だったかな、だったので、1個多く食べれます。で、これは確か入っているのはビタミン A、 ビタミン C、 ビタミン D、 ビタミン E、 ニアシュンってなんだ、わかんないと、ビタミン B6、 あとは、あとこのビオチン、髪の毛とかに、爪とかにいいって言われているビオチンとかが入っています。で、すごいこれが思ったよりも大きくて、普段今までの子供用のグミはちょっとケースはないんですけども、だいたいこれぐらいのケースだったんですね。で、日本のドラッグストアに売っているサプリで一番多いかなと思うサイズがこれぐらいなので、こう比較してみると大きさがわかるかなと思って持ってきたんですが、私的には思ったよりも大きいです。初めてなのでちょっと食べてみようかな。今まで買っていた子供用のビタミングには周りにこうシュガーみたいのがコーティングしてある感じで、ピュレグミみたいな感じの食感がすごい好きだったんですけども、これはどうかな。あ、ベタベタしてる。あ、こんな感じのグミ。濃いやつだ。
久しぶりに購入したこのミストですね。体にも顔にもあと髪にもかけています。あ、書いてあった、肌と髪にいいってなっています。髪の毛がまた最近パサついてしまってきているのが気になって、これとあのローズウォーターで迷ったんですけども、どっちもすごく気に入っているので今回はこっちにしました。続いてもリピートし商品です。このビタミン C セラム、これは前も紹介したかと思うのですが、初めて使った時は本当に正直肌が痛かったんですよね。ピリピリってして、痛い痛い痛い、もう使わないって思ったんですけども、だんだんそれが気持ちよくなってきて、もうこれは手放せないアイテムになりました。ぜひ試してみてください。でもお肌が弱い方はちょっとしっかり調べてからやった方がいいかもしれないです。そしてこれはお試し商品という感じのお試しサイズで、お値段も200いくら、300円しなかったです。で、小さいサイズのビタミン C&E セラムなんですけども、こんな感じで、これはトロッとした感じがするけどどうかな。あ、結構トロッとしてる。あ、でも塗るとベタベタはあまりしないかな。割、あ、でもこっちに比べるとちょっとペタペタするけど、それがいいとか悪いとかよくわかんないので、でもしっとりした感じになります。ちょっとこれも使ってみたいなと思って購入してみました。早いです。